はい、こんにちは、笹井庵です。本日もニュースを続いていきましょう。今日前半の話題は、神田財務副大臣が税金滞納差し押さえを理由に事実上更迭ということで、下手なギャグ漫画よりも面白かったので、その辺がっつり削りに行くのと、後半は太陽光発電所の売却案件が急増中ということで、 SGs 言うてたやつほどうさんくさい連中でしたって話をお伝えしようと思います。僕の喋りを聞いて目のつけ方がいいねって思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずはポンコツ副大臣の話題の方から。読売新聞より見出しがですね、神田憲司副財務大臣が辞任、税金滞納で事実上の更迭かということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。税金滞納が報じられていた自民党の神田財務副大臣が13日、副大臣の辞表を提出、事実上の更迭と見られている。政府は後任人事の調整を急ぐ10月下旬以降、第2次岸田改造内閣の政務三役が辞任するのは今回が3人目で、岸田首相の政権運営のさらなる打撃となるのは岸田。まあこれは仕方がないよね。財務省を仕切る側が税金滞納してんですかね。しかもたまたま偶然って話じゃなくて、通算4回も差し押さえを食らってるところもね、税金滞納モンスターです。この人はマジでやばいと。で、神田氏は税金滞納の説明について11月9日の財政金融委員会で、私が代表取締役となっている会社が保有する土地、建物について税金の滞納で名古屋市の市税事務所から差し押さえを受けたことがあると述べ、事実を認めていた。差し押さえは2013年以降計4回で何それ、いずれも固定資産税だったことも明らかにしている。この人が最悪なのは、なぜ滞納してたのかってね、その言い訳すらずさんでございまして、支払いを依頼していたその友人がその支払いを忘れていたと。あんた何寝言みたいなこと言ってんだよと。自分が社長を務めてる会社が税金滞納してんですからね。ならば、その差し押さえが入る手前にですね、あなたのところに督促状が毎度毎度届いていたかと思うんですけどね、見えすぎた嘘はおやめください。っていう感じですよと。で、神田氏は当初、引き続き職務の遂行に全力を傾注するとして辞任を否定。官邸側もまずは本人に説明責任を果たしてもらうとして、続投を容認していた。ただ野党の他に与党からも、国民に納税を求めている立場での税金滞納は深刻だとして、辞任すべき行為ということが強まったことから、首相は神田氏を更迭する意向を固め、辞表の提出をさせたと見られている。はいはい、ストップストップです。岸田首相はこの案件をかなり甘く見てたんじゃないんでしょうかね。ここ最近ずっとですよ、減税するのかしないのか、そんな議論ばっかやっていたのに。だからもう政治に関心ある人のほとんどが税金問題にはね、やたらピリついていたというのに、その中枢の人物が税金納めていませんでした。てへぺろだってそれは国民も怒るだろうよ。もう今年最大級のわけわかめってありますよと。で、神田氏をめぐっては、日本税理士会合連合会の改則で定められている研修も受講していないのと文春が報じており、野党の反発で国会審議が停滞する懸念も指摘されていた。9月の内閣改造以降、山田太郎前文科科学政務官が不倫問題で辞任したほか、柿崎未途前法務副大臣も公職選挙法違反に関与した疑いで辞任に追い込まれている。おしまいということで、いやー、しかし事実は小説よりきなりっていうのはこのことを指すんでしょうかね。やってることが下手な逆漫画にもね、ひどいレベルでございますよ。ちょっとマジでどうなってんでしょうかね。そもそもこの神田議員って方はですね、税理士出身なんですよ。そしたら会社の経理はお手の物じゃないですか。会社の経営状態についても多分ね、普通の人よりは分かってるでしょうし、そういう人がただただ税金を滞納していたっていう話じゃなくて、物件まで差し押さえを食らっていたっていうんですから、もうどの面下げて財務副大臣をやっていたのかと。いや、むしろ借金が苦しすぎてもう火の車ですからね。ここは副大臣ポストにしがみつき、それで多くの手当をもらって少しでも返済に回して楽になろうって、そう思ったんでしょうかね。ちょっとその辺分かりませんけどもね。それと、僕はこの話を聞いた時に、本当ならば相当筋の悪い話だと思っていて、だってですね、財務省っていうのはその配下に税務省があるわけですからね。じゃあ例えばですね、この神田さんって人がね、今も滞納してるってなった場合に、税務省はどうやって突っつくんですか。これじゃあまるで上司の首を取りに行くようなもんじゃないですか。180度違った意味で完璧な適材適所だと僕思いますよ。あと、この人マジで意味が分かんないのがですね、2012年に名古屋市中区でビルを購入してですね、有限会社 NK ソリューションという名義で買ったんですけども、この会社の取締役、これ自体もですね、名義貸し程度でですね、勤務実態はないそうだったんですけども、その取締役と言われている人物が、このビルは営業実態がないということで、何それって思いませんか。もう地下1階、地上5階のビルをね、買ったはいいんだけれども、そのビルの空き部屋を誰にもどこにも貸していないというね、じゃあ何のために買ったんだってね。いや、100歩言って、100歩言ってですけどもね、自分とこの会社がですよ、
結構大きめの組織なので、自社ビルを買ったとしてですね、月々のオフィス賃料をその分抑えることができましたというならば、それはいい買い物しましたねっていう風になるんですけども、なんとこの NK ソリューション、社員が1名でございまして、その1名というのも神田健二ご本人ということですね。実情1人の会社でテナントも募集せずにビルを1棟買ってしまったと、一体何がしたかったのかも謎すぎて理解不能。しかもこの人、政治家としてなすべき義務、政治資金収支報告書の提出もですね、4年連続遅れて出してるということで、そっちの方もって感じですよね。もうこうなってくると単純にダメ男なのか、なんかたまにいるでしょ、後片付けができない病の持ち主だとかね、それは僕のことですけどもいずれにしてもずさんすぎる男だと思います。逆にここまで身に染みてずさんな男はよく副大臣ね、財務副大臣に務まったなと。あ、でもあれでしょうかね、財務省の立場に立てばですね、各種レポートを出してもですね、もう右から左にですね、はいはいって言ってる無能な方が財務省としては、ね、組みやすいでしょうかね。だってトップが鈴木さんでしょ、あの腰巾着のね。でその下がですね、税理士とは名ばかりのずさんすぎる男、神田健二氏ですからね。もうワンツー揃ってポンコチストだったらば財務省も楽勝ですよね、日々の業務がね。それからこの人と同じぐらいわけわからないのが岸田首相ですよね。文春がこれを報じたのは先週の水曜日だったんですけども、それから更迭までに5日かかってるんですよ。先週の金曜日までに、あるいは遅くとも土曜日までに首ちょんぱやってればですね、まだダメージは浅かったと思うんですけども、こういう時にいつものあの検討士の癖が出ちゃったんでしょうかね。状況判断相当遅い、これじゃあ支持率の低下に歯止めがかからない。先週4日5日に行われた JNN の最新の世論調査では、岸田内閣の支持率が 29.1% で、これ先月よりも 10.5 ポイントも下落してます。これは僕の直感でしかありませんけれども、おそらくどこの世論調査を見てもですね、今月出る世論調査みんな 30% を切ってくるんじゃないでしょうかね。まあそういった不安がよぎりますよ。完全に底が抜けた感じがします。なんて言うんでしょうかね、株価でいうところの、まあ、ここまで来たら反発するだろうっていうね、その抵抗線を抜けちゃった感じがしますよね。ドカーンって感じでね、もう落ちるペースが早すぎて抗えなくなってるみたいなね、まあそんな雰囲気になりつつあります。なお同じ JNN の世論調査で自民党の支持率はというとですね、 26.2% ということで、まあいわゆる青木率で見ていきますと、これ合わせて 55.3%、 これはどうなんでしょう、相当危険な水域に入ってると僕は見ておりますけども、まあ岸田政権が落ちる分には別にいいんですけどね。これきっかけで左翼の野党が息をね吹き返すんじゃないかとね、せっかくいい感じで削れていたのに、ここで野党がね何の成果も出してないのに雰囲気だけで元気づいてしまうとですね、これはこれで厄介というか現実問題、昨日の福島県議選においてもですね、自民党がマイナス2議席となっており、過半数割れを起こしてるね、なんか嫌な空気を感じちゃうのは僕だけではないはずです。まあ言うても始まりませんけどもね、今ちょうど保守系がまばらな状態になってんでね、自民、維新、そこにまあ国民民主も加えていいかな、それプラス日本保守党があって、賛成党ちょっとね今内紛起こしてるっぽいですけども、選択肢が増えたことは僕的には歓迎しますけどもね、ちょっと微妙になってきたなと。まあそれもね、時代が求めるニーズということで割り切っていくしかないんでしょうねと。さてお次は SDGs はどこに行ったのかと、太陽光発電が単なるマネーゲームだった話題を共同通信より。見出しがですね、太陽光発電施設の売却依頼が急増、1月から6月前年同期比2倍超ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。太陽光発電施設の投資物件売却依頼が急増し、今年1月から6月は前年同期比約 2.3 倍となったことが11日分かった。サイトを運営するグッドフェローズによると、一部は買い手が見つかりにくいこれを知った三浦瑠麗が、うちの旦那に相談すればペイペイですぐ払いますよって言ったとかないとか、いや彼の事業はトライベイなので、そこから払うならベイペイだと思いますけどもと。で、大手電力が再エネ発電事業者に対し一時的な発電停止を求める出力制御が今年過去最大となり、事業継続の不安が高まったと見られている。太陽光発電は電力を決まった価格で電力会社に買い取ってもらう権利とともに売買がされている。電力の買い取り価格が高い物件が人気だが、想定外の出力制御が続き、発電停止が迫られると収入が落ち込んでいく。だが出力制御は今後も増える見通しだ。マジ嘘でしょ、そんな話聞いてないよって。か、結局太陽光発電って原発を動かさない前提のビジネスモデルなんでね、原発を動かしちゃうとやっぱそっちの方が安定するし、原発の施設はほぼほぼ減価償却がもう終わってるんでね、電力会社的に見てる人も動かしたら動かしただけ儲かっちゃうんですよね。これも市場の原理なので、今後も再エネ事業者はやばいよやばいよでございますと。で、グッドフェローズは太陽光発電所を販売したい企業と投資したい法人や個人をつなげるサイト、体内
浪発電所を運営している。同社の集計によると、全国約16万の事業者が発電事業計画の認定を受けており、そのうち2割弱がこのサイトに登録している。2019年の売却依頼数は54件だったが、20年は240件、昨年は686件だった。おしまい。ということで、なんか売却件数が年を追うごとにうなぎ登りなんですけども、本当にこれで大丈夫なんでしょうかね。そもそも太陽光発電は何のためにやってんでしょうかね。 SDGs だの、カーボンレスだの、そういった意識高い系のポリシーがあるのであれば転売などするはずがないですよね。じっくり未来に腰を据えて発電事業に取り組めばいいし、実際そういった会社もあります。でも残念ながらそういう会社は日本には少ないようです。フィットによる再エネ電力の効果買取、これに目がくらんだ会社が多い。めちゃくちゃマットなことを言わせてもらいますと、本当に SDGs を目指しているならば、こういった太陽光発電施設の売買サイトでもこの発電所を買うとですね、一体どれくらい CO2 を削減できるか、その削減量で取引がなされるべきですよね。皆さんそう思いませんか？ CO2 の削減が一番プライオリティを高いんだから、発電所の評価というのはどれくらいのコストでどれくらいの CO2 を削減できるのか、それが一番大事になるはずなのに、実際はどうですか？ CO2 削減量は？なもん知らんがなでございますよ。実際この売買サイト、太陽光発電所を見てもですね、最初に目がつくのは利回りと価格です。何これ、どこが SDGs よと。そういえば令和の山本ベクレテル太郎さんはですね、グリーンニューディール政策とやらでですね、原発を止めましょう、その代わりに日本を自然エネルギー大国にってね、太陽光発電をやたらおっしゃっているんですけども、見てみなさいよこの現状をね。太陽光発電施設が投資物件として売買されていますがな、こういうのって本来令和が一番嫌う資本家によるマネーゲームなんじゃないんでしょうかね。大石あきこが常々言ってらっしゃるですね、資本家の犬さんたちがここにゴロゴロ集っております。もうそろそろ令和の信者も気づいた方がいいんじゃないの。山本太郎が推し進めている再エネ事業も、その先で手ぐすね引いて待ってるのはこの資本家たちですよ。早く夢から覚めたらいいんじゃないかな。少なくとも今の太陽光発電については、ミューラル料をはじめとする投資家たちがバッコしてます。でもってさらに言っちゃうとですね、再エネ賦課金ってなんだか難しそうな名前でね、強制的に国民から電気代と一緒にお金取ってますけども、こんなの僕から言わせたらですね、再エネの目的税です。お金持ちも貧乏人も電気を使えば等しく取っていく再エネの目的税でしょ。そしてそこで徴収されたお金は一体何に使われていくんでしょうか。そのお金の使い道は、太陽光で一儲けを企んでいる太陽光の資本家たちへ電気代と一緒にですね、チュー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 吸い上げてると、こういう話を山本さんは全然してくれませんからね。なんであの人は貧乏人をいじめるね、この再エネ賦課金をねぶっ刺していかないのかとね、よっぽど太陽光の資本家たちと仲がよろしいんでしょうかね。もしくは本当のポンコツなのか、おそらくはどっちもだと思いますけれども消費税反対を連呼するのであれば、10回に1回くらいはですね、再エネ賦課金反対って言えばいいのに。自民党でも維新でもですね、再エネ賦課金取り下げろっていう方はいますけども、令和でそれを言ってる人僕は聞いたことがございませんよ。まあ令和の話はこれからにしておきますけれども、原発も太陽光も風力発電も水力発電もこれ全部言ってしまえば、あちらさん的に言うところの資本家たちのなりわいですからね。その点ご承知おきくださいませ。おっと、だいぶ話がそれた。でね、またちょっと太陽光の売買サイトに話を戻しまして、ちょっと驚いたことがあったんですけども、今太陽光の売買サイトで利回り 10% を超えているものがゴロゴロとございまして、本当にそんなに行くんですかとね、もちろん自然が相手ですので、これはあくまでも想定利回りってことなんですけども、鹿児島県の総市ってところですね、例えばね、利回り 13.85% で1420万円という物件がございます。多分夢グループの塾長が見たらですね、社長安いって言っちゃうと思いますよこれ前提に計算をしていくと、年間で196万円の利益が出ます。ならば7年ちょっとで元が取れちゃいますよね。どえらい儲け話なんですけども、ただな、鹿児島は九電管内、九電は今ね電力が余ってますね、その鹿児島には仙台原発も稼働してます。さらに何よりもリスキーなのが、九電は電力余りになってるのでね、出力制御を頻繁にやっておりますからね。特に天候が良くて、日照が良くて、そして冷暖房が動かない時期、秋春に多いんですけども、出力制御というやつね。そんなこんなもあるもんですから、先ほどお見せした鹿児島の利回り 13% の物件、あれはそこまでいかないんじゃないんですかと僕なんかは思うちおります。それに鹿児島といえば台風も多いですよね。僕鹿児島行ったことがありませんので、実際どれくらいなのか分かりませんけども、桃太郎電鉄で遊んでるとね、一定の確率で台風被害にね鹿児島が合うもんですから多分だから台風多いんちゃうかなと、ですので、そういうところで10年かそこらノープログラムで太陽光が果たして稼働できるのかどうか、僕の中では
そこが読めませんのでね、いくら 13% の利回りと言われてもですね、投資じゃなくて投機に近い。まあこのサイトではですね、先ほども言った通り 10% 11% はゴロゴロございます。ご興味あったらお調べくださいと、まあこんな感じでございまして、結局太陽光発電を買い取ったとしてもですね、この発電所がどれくらい CO2 を抑制できるのか、削減できるのか、そして地球に優しくなれるんですかってのは分からずじまいでございまして、こんなのが来年も再来年もどんどん売りに出されていくってわけですかね。これじゃ SDGs もへったくれもないでしょうにということでね、今日も話がなくなりましたので、これくらいにして最後はほっこりの曲で締めたいと思います。よしきとかけまして、鹿児島の名産届きます。その心はクロスします。最近実はロックアーティストが相次いで他界しておりまして、爆竹の桜井敦さん、それから XJAPAN のヒースさんとかね、僕にとっては憧れの人でしたので、そういった方がいなくなるとなんかぽっかり穴が開いちゃうんですよね。まあそういった寂しさを経験しながら、みんな大人の階段を登っていくのかと、柄にもないことを言ってますけども、本日も面白かったらためになってるですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。